このえちゃん、中へどうぞ。はい、それじゃあ口を開けて。ん？半分以上が虫歯だ。しかもそのほとんどが重度。よくここまで我慢したな。ったく、この子の親は何をやっているんだ。続きはまた 4,5 日後だ。お母さんに歯医者さんがちゃんと歯磨きをするように言っていたと伝えなさい。先生、今このえちゃんが歯が痛いと一人で飛び込みラインしてきたのですが、今日はもう予約で埋まってて。確かその子、明日の朝一に予約が入っていたはずだから、今日はこの前渡した痛み止めを飲んでもらって、明日お母さんと予約時間に来るようにと伝えてくれ。結局このえちゃんはそれ以降 LINE してくることはなかった。え、どうして？この記事の子ってまさかこのえちゃん？ああ、私がもっと早くあの異常な数の虫歯を見つけた時点で気づいてあげるべきだった。もしかして小太郎くんもそれでこんなに虫歯が？うん。しかし今はそういう状況からは離れることができているようだ。子供の虫歯には子供の声にならない叫びが込められていることがある。その声を私はもう二度と聞き逃したくないんだ。だからおしゃべりなのか。